こんにちは。今回は価値の高まりですね。何をもって自分の価値が高まったとするかなんですけども、私はですね、できることが増えたってことじゃないかなと思うんですよ。できないことができるようになってくる、問題解決の数が増えてくるってことじゃないかなと思うんですよね。でも多くの方は1年前とか2年前とか3年前に起きた問題を未だにですね、引きずっている。時にはですね、小学生の時に感じたことを未だに障害となってね、それが自分の決断を鈍らしているってことがあります。いわゆるトラウマってやつですよね。いや、なんですかね、例の誰かさんが言ってましたよね。ドッペルゲンガーじゃない、名前忘れちゃった。なんかその自分ができないことをトラウマのせいにしているというね、昔の思い出のせいにしているっていう言い方もありました。要するに自分が失敗したことを昔のせいということに、今の自分のせいじゃないよっていうふうな、そんな言い訳にしてるというのが、ドラッカーですかね。ピーター・ドラッカーだったかな、違ったかな、名前忘れちゃった。忘れちゃったんですけどね、そういうふうなことを言ってる人がいましたね。うん、で、吉谷さんの場合は、その、自分の価値を高めるってことで、例えば、100万分取られました。で、100万取られたって言うからね、3ヶ月、半年、1年、2年、恨みに思ってて、そこから動けない。あの時の100万がなかったから俺は借金を抱えるようになったっていうふうに管を巻いてるのか、いや100万なくなったどうしよう、よしちょっとやったろうかみたいな感じで150万を作りに行くとかね、今まで売ったことがないような商品の価格に向かっていくとか、60万80万100万120万と上がっていくとかね。いや、それはできない自分が克服されて新しい自分になっていった、まさに価値を高めた結果だと思うんですよ。で、自分の価値を高められなかった人っていうのは今でも当然所得も変わらないし、同じ問題に苦しんでいるし、そこから抜け出せないということがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあこれは私の勝手な見方なんですけどもね、だから日々精進、日々進化ってことは、今日1個だけ今まで解決したことがなかったことが解決できたぞとかね、今まで答えられなかった、そんなことで1日ずつ問題を解決していけば、1年経つと300の問題をクリアすることになりますから、ものすごい進むと思うんですよね。それこそ去年悩んでた問題にはもう二度と悩まなくなる、人生でね。一昨年悩んだことにはもう悩まなくなるみたいな感じで進んでいくと、なんとね、世の中は渡りやすいものかと、こういう言葉があります。問題がなくなったわけではないと、問題に感じなくなっただけだというね。要するに解決能力が高い人はそれをまたいで通るんですけども、解決能力高められなかった人はまた同じ問題に苦しめられるんですよね。なんかね、いい例えがあったんですけども、その大学受験をするときに、大学受験ね、大学受験って一回合格したらもう二度と悩むことはないですよね。でも落ち続ける人って毎年そこで同じ悩みを持つんですよ。そういうことじゃないかなと思うんですよ。ビジネスでも結局はコンテンツが作れませんっていう人が、半年経って1年経って2年経って未だに作れませんって言ってる人ね、続きませんって言ってる人が、じゃあ3ヶ月経って続きません、半年経って続きません、1年経って続きません、ずっと続かんわみたいな感じですよね。でも続けた人ってのは半年続けられたから、その半年を2回連続でやると1年続くと、1年続いたものを2回連続でやると2年になるみたいな感じで、結局継続の達人になっていくということですよね。だからこれが進化だと思うんですよ。今まで3日坊主だったものが4日坊主になり、1週間坊主になり、1ヶ月坊主になると、少しずつ進んでいくとかね。で、FX でよく感じるんですけども、 FX の理論理屈も一回クリアするともう二度と悩むことがないんですよね。で、楽ちんになるわけですよ。それこそ FX が単純作業になってくるんですよ。で、退屈になってきますよね。だから別の戦いになってきます、そうなると。でも FX でまだ勝てない人っていうのはずっと同じ学習を繰り返す、もしくは学習をしてないから超えられないっていう堂々巡りになるんですよね。だからその FX でね、教材で学んでる人に質問すると大抵答えられないんですよ。私が質問すると、話すると。だからね、何を学んでるんだろうと、これで勝てると思ってるんだろうかみたいになっちゃうんですよ。本当にね、びっくりしますよ。で、FX のいわゆるコンサルしてる人とも話すことがたまにあるんですけども、全然分かってないですよね。これでよくコンサル生徒が取れるなとか思っちゃうんですよ。要するに問題は全然解決してないんですよ。解決してないから同じところでずっと止まっていってしまいますし、先がないですよね。で、いつまで経っても同じところに留まっていて、結局時間だけ過ぎて進化がないってことになっちゃうかなと思うんですよね。そんなところじゃないですかね。だから吉谷さんがね、会社離れるときに、全然補填されなかった問題とか、R34 のローンが自分の名義になってたこととか、全部愛情ある課題だったのかなと今思いますし、それをクリアしたからこそね、怖いものはないんだろうなと思います。で、逆にあそこでね、
お金の問題を会長に解決してもらったら、吉田さんちょっとパワーなかったかもしれないですね。100万先られてもうそこで本当に壊滅したかもしれないですし、借金未だにあると思いますし、いやむしろ増えてたと思いますね。まあそういうふうな感想を持ちましたんで、だから吉田さんはここまで来れてるんだなと改めて思いましたね。いらっしゃい。